皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。2023年10月の30日、19時29分、先ほどインターネット記事で、武井豊さんの、怪我の記事が流れていました。この間、天皇賞ということで、陛下と雅子さまが、ご来賓になられて、で僕その日、スポーツ界のことで、2割演技で、8割本音みたいな形で、いろいろ起こってるんですけども、それって、頭の中の行き先とかがそのコンピューターによってチェンジされてる。でもうこれ、その前の日の、ミッセル神戸の試合の時もそれね、僕のホームページ、淡井圭介の歴の一番の、法律名出して、生物、細菌兵器に関する部分のね、で、こうっていうようなことを、記載していて、点数が、5点っていうのは、もうわかるじゃないですか。で、横浜 F ・マリノスに4点持っていかれて、ヴィッセル神戸にしか1点いってない。ね。で、これ、だからスーパーコンピューター、に量子コンピューターが組み込まれて、先に武豊さんにごめんなさい、その日僕怒ってしまったんですよ。で、それで、やっぱり、なるでしょう。とりあえず、もともと強かった、イクノイノックスっていう馬ですかね、その馬が天皇賞を勝って、その日も僕も、阪神タイガースの試合ありましたから、当然その日遊んでないんですよ。で、もう文章とか、YouTube にアップロードした内容とか、かなり、高度なこと、記載しています。で、ちょっと何から話しましょう。さっき怪我関係のことですね。だからやっぱり僕ね、自分怒ってしまった時に、今まで自分が怪我した部分のところが誰かが怪我してるっていうような感覚というか、そうなんじゃないかなってやっぱり思っちゃうんですよね。両顎を割られた件だったら、内村航平選手、鉄棒で顎をぶつけて、両顎じゃなかったかな、顎を割ってるでしょう。で、羽生結弦元選手は皮膚を裂傷してるでしょう。僕はそれは秀和株式会社で、前日にね、灯油の給油ノズルの、その中にオーリングっていうゴムのリングが入ってるんですよ。そこを締めることによって、圧力かけることによって灯油が漏れないようにしている。で、そこのリングはやっぱり老朽化してくる、劣化してくる。で、だんだん亀裂が入ってきて、そこから亀裂が大きくなっていくごとに、灯油が漏れ始めるんですけども、それ、やっぱり夜遅いから、本当はその前の日に乗車してた人間が、それ交換しなきゃなんですよ。ならないんですよ。事務所帰ってきたとき、自分で給油ノズルを持ったときに、灯油が漏れてくることぐらい、お前わかるだろうっていうような話になるんですけども、それ新人の年に、その次の日出勤したときに、その現場行って、いざ、灯油入れようとしたら、灯油が漏れ始めていたから、少しずつですよ、基本的に、給油ノズルのところ自体は閉めてますから、で、すぐに、電話かけて、事務所の方に、店長の方に、で、給油ノズルを交換せなあかんから、ちょっと一回帰ってきてっていうことで、また事務所に戻って、で、給油ノズルの交換を教えてもらうんですけども、中のオーリングをね、で、現場戻った時、1時間以上、1時間半かな、それぐらいか、2時間ぐらいのロスで始まってるから、それを取り返そうとして、無理な、スピードで動き回ろうとするでしょう。で、階段でね、両手に灯油缶持ってる時に、階段でつまずいて、顔面から石の階段で思いっきりぶつかってるんですよ。で、リフレッシュをして、もう血流しながら、だから、絆創膏とか持って現場なんか出て行ってないから、しかも大きな絆創膏とかね、ちょっと外の絆創膏じゃ無理だから、もうだいぶ裂傷してるから。で、もう血流しながら現場回って、こうみんなお客さんみんなびっくりしていて、血流しながら配達員が、その土曜の巡回販売にね、もうミキシの
緑が丘西のところです。だからもう今から20年以上前の話だからもう覚えてらっしゃらない方がほとんどだと思いますけども、あの小さくしながら本当にあの巡回販売していて、で給油の時間帯にまた戻って給油の頃にで事務所で大きな絆創膏をあの貼ってもらって、まあその時と同じような列車が羽生結弦選手にその当時、スケートリンクでやっぱり起きてる。で正直ね、右足の開放骨折も経験あるじゃないですか。あと左側の肺に穴開けられたの、多分もうそれ誰か経験させられてると思うんですよ、スポーツ選手で。でこれやっぱり昨日YouTube にアップロードした時間帯とか後で確認してみますけども、基本的に、まあけど、昼過ぎには向こうの大リーグのメジャーリーグの試合終わってますもんね。まあこれ世界の皆さんともご相談なんですけども、これもう確率ほぼ 100% でしょ。だから今武豊さんって僕と会ったことある人だから、やっぱりああいう風な形になる僕は怒ってしまうと、神がかり的な力でつながっていて、でまあだからまあ福永雄一騎手も多分僕に会ったことあった方だから、で海外の G は日本人で一番勝ってるから、でいや落馬僕は怒ってしまった日だから、いやけどもうそこまでして世界の G1 日本人でその1位とかなりたいですかっていう部分もあるじゃないですか。これ嫌味とかで言ってるんじゃなくて、これねだからねこれ物事ね、例えばこれ天皇賞は今回陛下天皇賞ということで見に来られてるじゃないですか。で、まあ、ルメール騎手や他の海外のね、騎手の方たちにもご相談なんですけども、これ、ね、多分、エネルギーの残存量問題だと思うんですよ、結局。自分の国で皆さんお互いに騎手しておきましょうと。だから、まあ、日本人も海外のところのレースに、まあ、自分の国の馬が行くときぐらいは一緒に行ったらいいかもしれませんけども、そうじゃないときは、自分の国にいましょうよ。っていうルールの方がいいと思うんですよ。これ野球界やサッカー界とか他の、業界にも呼びかけてるんですけども、例えばね、日本人がもうメジャーリーグ行ってますから、もう全員帰ってきてくれと、いうことを僕言ってるんですよ。で、特に大谷翔平なんか、結婚ができなくなってしまう可能性があるでしょ。で、結婚したとしても、向こうで生活していたら、子供が生まれた時に、まあ、その50年ぐらい、まだメジャーリーガーでいたとしましょう。そしたら10歳ぐらいになるじゃないですか、大体。で、もう、英語が軸の子供になっちゃって、日本での生活が難しくなるじゃないですか。だからそれぐらい無茶なことをしようとしてたっていうことなんですよ。みんな、自分たちに負担が来てしまうような形に。負担っていうのが、生活ですよ。根本的な生活。だから日本人がメジャーリーグ行って稼ぐんだったら、ね、日本は日本にリーグあるんだから、日本リーグで、プロ野球選手として仕事して、各国で、仕事を外国人の方も、してもらったらいいと。その方が生活とか、例えばね、海外で助っ人とかで来られている方で、特に独身の方、これもう無理でしょ、結婚。本当に。もっと確率低くなっちゃう、なるじゃないですか。ただ、自分の人生って野球だけだったみたいな形になっちゃうじゃないですか。それってかなりきついと思うぞ。僕も46だから、まだ結婚できてないから。だから、そういうことも踏まえて、エネルギーの残存量問題込みでね、各自分の国で、まあ、仕事を行うっていうことで、もうスポーツのことでまず言うと。で、まあ、往来とかね、いちいち飛行機に飛び乗っての数が、これでね、すべてのスポーツ選手がそれ、守ってくれた、世界中の。何十万何百万人の往来が減って、エネルギーの消費が減らせるっていうことなんですよ。多分それぐらいの数になると思いますよ。世界中ですから。
日本人だけでもものすごくたくさんいるでしょ。野球選手だけで外国人の方、プロ野球業界だけでも20人ぐらいいらっしゃるんじゃないですか。サッカー界入れたら50人ぐらい。あとバレエ、バスケットボール、男女があるでしょう。女性はまだそこまでじゃないかなと思うんですけども、これだから最初から無理設定が多すぎたんですよ、きっと。だからちょっと、うん。まあだから、内村航平にしても、兄ゆうずるにしても、メダルたくさん取れたやんか、あの二人に向かって言ってるんだけども、で、その分、淡井圭介と同じような目に結局合ってる。で、多分、もしかしたら、もう自分から言うの、これ言うの嫌なんだけども、お金支払ってもらってないから、そうなってる可能性もあるっちゃあるのかもしれない、普通に考えたら。金メダル1個自体が、あの、オリンピックだったら、あの大きさだったら500万円以上で売れるでしょう。だから、どうしてもお金の話はついて回るし、その阪神・淡路大震災のね、被災者を助ける部分の話があって、だから世界から見たら彼に誰もお金払ってないじゃないかの部分あるじゃないですか。かといってオリンピック、この間の東京オリンピックとかだったら、海外の選手も、ね、あの、霊的な方で、これはもう嫌だけど、もうこの辺、あの、ちょっと、寒い棒。で、体の中に入ってきて試合行ってたし、そのスノーボードとかね、で安全のお祈り忘れていて、だから昨日自体は安全のお祈りはしてたんですけども、まあ怒ってしまってる、まあまあ武豊さんのその状況っていうのは一応まあ軽い状態にはなってる。だからもし天の神様への安全のお祈りが抜けていたら落馬のパターンだったかもしれない。だ今まで福永祐一騎手とかが揃えだったでしょ。で、武豊さんも落馬で一回骨折してるでしょ。だから、とにかく、僕も怒らないように気をつけなきゃならないっていうことを自覚しなきゃならないんですけど、ただもうこれね、これ、もう、うん、遊んではならないルールに従わされてるような状況になってるんですけども、このルールについて皆さんどう思います？最初からいらないでしょ？ややこしいから。ルール法律で行くと、そんなにみんなと繋がって仕事として認めてもらいたいんだったら、君仕事してるんだか、6時間ごとに休憩45分入れなきゃいけないんじゃないって。8時間だったら、8時間かな？ 8 時間45か。8時間だったかな？15分休憩さらにプラスで入れて、まあ、1時間の休憩、その日トータルでって、そういうようにしなきゃならないんじゃない？で、責められてきたら、無理でしょ？どちらのルールで動いてるかわからないから。だから遊んではないルールで、僕ずっとスポーツの勝ち負け取り組ま、まあ、全部は全部の日遊んでないわけじゃないし、ただ休憩時間の話を持ち込まれたらもうこちらも反応聞かないんですよ、本当にどうしたらいいのか。でストレスは結構やっぱり溜まるから、現場の方で、まあ、勝手の馬自体はね、その、うん。別に僕は、その、イコノイノックスという馬にこだわってたわけじゃないし、正直、その時は、昨日はメジャーリーグと、その阪神タイガースの試合のことで頭の中いっぱいでしたし、いや、何に起こってるかって言ったら、自由とか平等とか人権とかはないがしろにされてるじゃないかっていうことなんですよ。これについて、どういうふうに解決していくのかっていうことを世間に開示しながらね、先に教えていれば、これどうなるんでしょうね、見破りの方で。淡井さんが今日怒ってしまった情報伝達する見破りっていう形で、まあ、今頭の中言ってますね。いやだから、その外から挑発行為とか、それ絶対してもらったら困るし、家の前とかね、
近くとか、まあ、買い物行った時もそうだし、これね、だから僕からしたら、例えば岡場駅とかで集団でたむろしていて、本人たちは笑い話で、笑い話をしていて、その時にね、僕の件のことを言ったら、こちらからしたら挑発行為で言われてるようにしか受け取れないから、からかわれてるようなものの言い方に聞こえるから。で、同じメンバーが、その、同じ場所で、たむろしてたりしてたでしょ。だから結局、まあ、昨日はね、あの階段の横、元ロッテの里崎元選手が、横、まあ、スマートフォン、彼は持っていて、こう、見ながら降りていったのもあるし、もう、いや、もう、まあ、声、かけれるっちゃかけれるんですけど、その前になんか、岡場駅のところで男2人組、2人とも黒ずくめで髪の毛染めてる男2人が、帰ろか。帰ろか、帰ろか、帰ろかって二人とも言い始めて、こいつらが、で、一瞬やっぱりなるんですよ、こっちも。で、そこは一応こらえたんですけども。で、このね、滝豊さんの記事とか見て、もうだからもうみんな、ちょっと本当、喧嘩売りに来たりしないで、本当に。もうここまで物事はっきり分かってたら、喧嘩を売りに来た人間がいたんだったら、やっぱりその人たちに慰謝料とか払ってもらわなきゃならないっていう話になるから。大抵ヘラ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 笑ってる時っていうのは油断してる時だから、あんまり現実では招かない、本当にいつも。だから家の中で何か娯楽とかで何か楽しいこととかでこう笑ってるぐらいの時は安全なんでしょうけども。そのね、喧嘩を売ってくるケースの時にね、気が抜けてしまってるから簡単に喧嘩売るようなことを言っちゃうんでしょっていう、気張ってたら、そんなことになかなかならないじゃないですか。で、やっぱりそこでね、相手二人だから、やっぱり引き落とした込みでね、お前は二人がかりで、やっぱりこっち一人なのに、で、別に喧嘩なんか絶対したくないんですよ。もうこの年、もう46歳。ほんと、そんなもん話付き合いきれないから、本当に。で、これね、もし、わからないですよ。どこのスポーツ業界かわからないけども、もう全部の、格闘技も含めて全ての業界、もう世界中で人口少子化でも、こう、エネルギーの残存量まで、多分、将来を考えて無理やり少子化に、多分、世界中の政府を持っていってるから、後の世代の、まあ、総理とか、まあ、中国だったら習近平国家主席とか、どこの国の大統領とかも、そんな状態で自分たちがトップさせられても、責任追及されたら困るでしょう。で、経済的にも民間での倒産っていうのは絶対あるものであって、あっちこっちで僕も見てきました。で、極端な少子化は2003年からこう続いている以上、もうみんなお金ないから、大した金額稼げない。もしそういう状況は絶対的に出来上がってる。もう世界中で。で、そこを気づいて、じゃあ人生どう生きていくかっていうところで、まああんまりお金に走らない方がいいんじゃないのかみたいな結論になってくると思います。まあ僕の場合はその辺のところがスポーツ選手のところで、お金払ってくれるべき人が払ってくれたらっていうことになるし、正直すごく稼いでるときに一気にみんなお金使っちゃう部分あるでしょ、何かで。後からお金ありませんって言われたって、みたいな話になるでしょ。仕事の絶対数自体が2002年竹中平蔵さんが経済産業省の大臣の頃、もうその人もサンパレスロックを勤務時に、西宮市北部の、インターチェンジの近くにあるんですけども、結婚式場、そこで勤務した時に竹中平蔵さんの方が会いに来てくれて、正社員の雇用者数は、2400万人台分しかないよって。もう経済原理があるからもう絶対そうなるっていうことを教えてくれたんですけども、もう今のじゃさらに少子化続いてるから多分2400万人分ないと思います、どう考えても。だって20年も少子化続いたんですよ。で、これ逆三角形でこう言ってる以上、ものすごいスピードで多分正社員の人の数減らさなきゃ無理でしょ、民間の人たち。で、政府のね、雇用助成金っていうのはあれもおかしいと思うんですよ。
半年、働いてもらったらとか、1年とかで、で、100万、150万でしたっけ、もうこれも地域によって違うのかな、よくわからない、そこも、あの、各都道府県によって違うケースとかもあるかもしれないから、調べられない、全部が全部。で、その、どうしても法律通りにね、経営者だって自分たちが借金抱えたくないじゃないですか。だからどうしても短期契約みたいな形で最初物事を進めるでしょ。で、5年以上そこで勤務していたら終身雇用の契約書とか、そういう話に法律ではあるんですけども、それをしたところで売り上げがちゃんとずっと継続して出せなかったら、結局倒産があるんだから、だからその辺のところは、商業原理で物事は考えた方が早いし、その人口はこういう少子化で続いてる以上ね、無理なものはやっぱりみんな無理だから、変にストレス抱えてもしょうがないし、ただ、でももうお金がない人からお金を物事は思ってないっていうことはある程度言いますけども、ただみんな自分たちが先に稼いで全く払わないで、ね、お金使っておいて、で、ね、そりゃないでしょうってやっぱり言うし、それぐらいは。ごめんなさいね、話、いろんな方向に飛んで。まあ、結局、その、怪我の話とか、まあ、なんとか天の神様への安全のお祈りをしていたから、滝豊さんは、その、継承で済んだんだろうなと思っています。もう、状況全部一致するんですよ。もう、何年も同じこと言っていて、もう、YouTube にアップロードして、怒ってる様子見たら、もう、わかるでしょう。いや、だから右足の開放骨折ってどこかの誰かがなってたんじゃないかなって思うんですよ。左側の肺に穴が開いたりとか。うん、だから、滝豊さんとかも話したいし、本当にあんな賞金額になってるのか、昔はあんなに賞金額高くなくって、人口は少子化続いてるから、普通賞金額少なくなっていかなきゃおかしい。ね。だからこれ本当ですかって。で、大体本当にもともとあんなにものすごい金額渡してたんですかって。一着、昔は天皇賞で1億何千万だったんですよ。で、ただそれは、馬主さんの取り分が、7割ぐらいでしたっけ ?8 割ぐらいでしたっけ ?80% か 70% か、まあそれぐらいで、あと、調教師とか、騎手の人たち。まあ騎手の人たちは、まあ数パーセントですよ。で、うん。まあ、だからまあ G1 とかをどうしても見ちゃうから、大きな賞金額を見ちゃうから、そういうふうな感覚になってしまうのかもしれないし、だからオープンクラスまでなかなか全ての馬がいけないじゃないですか。オープンクラスで1着を経験する馬がね、毎年生まれた馬の中で、6000頭台ぐらい生まれてるんでしたっけね、競走は。で、オープンクラスで1着の軽減、まあそのあたりが大体2000万円あるかなどうかなじゃないですか、賞金額大体1000いくらか。まあ今の金額はちょっといろいろ相場がだいぶ動いてるんでね、僕もよくわからないんですよ。まあ、まあ、競馬、馬の話だったら、その、厩舎とかに預けておくのに何十万もかかるんですよ、一月。だから馬主さんもリスクの方が本当は高い。だって一着になれる馬の確率を考えたら分かるし、オープンクラスまで行ける馬の確率を考えたら分かる。最初から確率低い。どう考えても。勝算はかなり低い。最初から。G1 が勝てる馬は限られていて、だからまあ1頭の馬が G1 をたくさん勝つっていうことは、その分、G1 馬、の数は減ってるんですよ。言ってること分かりますかね。各レース別々の馬が勝ったら G1 馬はたくさん増えるでしょ。だけども1頭の馬がたくさん 1年間の多くの G1 を勝ってしまうと G1 馬の数は減るんですよ。だから富の分配の部分ね。だからその辺のところ、同行のところで別にイクノイノックスに、ケチをつけるわけでもないし、まあ、それ相応の部分あるから、もう野球で例えるとね、僕の頭の中をいくら貸しても考え方とか間違えられたら、例えばね、素直な今年のドラフト1位の森下選手、今年の前半戦とかね、淡井圭介の全力と力と頭の中をお渡しいたしますっていう内容を送って頭の中を送ろうとして、全力と力を
履き違えて全部思い切り売りに行ってるから無理や。外角のその落ちいく、ボール、ストライクゾーンかな、どうかなのあたりから、もう完全にボール球になる落ちいくボール。あれはもう無理やと。まずヒットを打ちに行くべきじゃない。そこをヒットを無理やり打ちに行こうと思ったら、確かに流し打ちでファーストの方へ、狙う打ち方あるっちゃありますよ。それ思いっきり前に踏み込んで、バッターボックスの前に踏み込んで、最初からベースの内側に立ってたら無理ですよ。それ以上足踏み出したら、あれラインから足全部踏み出したら絶対アウトですから、その時点で。で打ちに行ったらで、そういう、そう、じゃあもう、こう、下から思いっきりバット出しに行くしかないでしょ。で、そう、もう、ワンバウンしてキャッチャーが取るかどうかのボールなんか、バットのどう考えるの、先にしか当たんないから、わかるでしょ。芯じゃないの、そこ、先だから、先に引っ掛けて飛距離が出なかったりするから、飛距離は絶対出なくなるから、なんとか、その当て方で、内野手の頭の上を越えて、フィールドの内側に、持っていくしかなくなるんですけども、そんな、確率ないんだ。 0.何%だから、全打者の平均で見るとそんなところのヒット まずないから、本当で。それしてしまうと、そういう打ち方、狙った打ち方してしまうと、内角投げられたら絶対無理だから対応できないの。踏み込んでいってるから、内角ね、胸元ズドンってのけぞるようにして倒れておきながら、そこ何倒れてるの、そこ完全にストライクゾーンだよっていう話になるから、だからそれのところで僕はちゃんと阪神タイガースへのメッセージのところで、全力まず選球眼、絶対ストライクゾーン、ここもう無理だ、ボール極端な話、2メートルも離れたボール振りに、どんだけ頭なかった、無理だ、僕のただ日から見えた、無理だ、それは無理だ、考え方、まず基礎を大事にしよう。だからイクノイノックス自体は強いんだと思いますよ。そこで遊んではならないルールとかいろんなものがあって、それで勝ってるんだと思いますけども、いくらそれはね、世界戦でものすごい結果出してきた方だと思いますよ。みんな僕の頭の中とか借りてね。だけども、その辺の小学生が柔道の金メダリストに勝てるかって言ったら、現役の人に、絶対どれだけ小学生の頭の中とか返しても無理な。そんな釘をこっちも受け付けられへん。そんな頭をなんか無理やり取られた、いやだ、そのコンピューターの話とかでね、無理やりできてしまうんじゃないですか、方法を考え出したら。怖いでしょっていうのは、もう見たことあるから、横浜の方の地下鉄で、電車が急ブレーキかけた時にね、まあ、急ブレーキといっても、多分、本当は全員倒れないと思う。5人、バタンって倒れてるんですよ、立ってる人が。多分その瞬間頭取られてると思うんですよ。だから電波一つで殺人兵器みたいなことになるでしょう。別に話をほじくり返すわけじゃないですけども、尼崎の脱線事故とか兵庫県の、あとアルカイダっていうテロリストが行ったことになってますけども、アメリカの飛行機のそのパイロットが、飛行機が、貿易センタービルに突っ込んでますけども、 AI のコンピューターに支配されたんじゃないかなと、機械類がね、もう それされたらもうどうしようもないでしょう。いや他のね、2018年とかそこまで行って委員会で出てきましたけども、オートパイロットの設定で、墜落したっていうことを表だって言ってるんですけども、 AI による攻撃かもしれないでしょう。まあ僕なんかサイバー攻撃のところで明確に言ってますけども、この間撮影しましたけども、ここから先にほらもう画面進めなくなってるって言っていて、で、コンピューターに今何って言って、ほら、さっきの時間の続きっていうことで時間表示して日付とパソコンの。で、これ何って言って、これ先に進んだか分かりますって。コンピューター分かってるって、僕の行動を妨げてたら、君たちも死ぬよって。それでコンピューターからの邪魔っていうのはされなくなったんですよ。
パソコンへの強制ハッキング。当たり前じゃないって。エネルギーの残存量問題、僕は解決できなかったら誰がしてくれるのって。河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電、蒲田発電とか、特許の話とかあるんだから、ルール法律で。もう世界中いろんな人たちしてんだから、世界中の政府上層部が。もう、これだけでも頭の中とも取られてる。いや、ほんと難しい社会ですよ、今の世の中、本当に。そんな、今、もう本当に難しい社会だから、ただでさえ少子化なのに、無理やりそんな個人情報をなんか作らなくても、もうそんなに物事むちゃくちゃなんだったらっていうことで、結婚諦める人は諦めるから、もう本当のことをオープンにして、で、無理やり法律で結婚を妨げるようなことをしないような形で物事を動かして、あと結婚しやすいようにしてあげて、それでもやっぱりエネルギーの残存量問題を知った時に諦める人は諦めるから、もうそれでいいんじゃないですかっていうのが僕の結論なんですね。まあ、ごめんなさい、武豊さん、僕の方で、忘れてたんですよ、競馬の試合があったの。すごく危険じゃないですか、落馬なんかあったら。けど、それ怒って表現しなかったら、アメリカの人たちにも、そのコンピューターの稼働の仕方と、もうそこまで遡ったらね、正直アメリカのその当時の軍部の人たち、その原爆2発投下した人たちに指令を出した人は、その当時からコンピューターとかで、頭の中ハッキングされていて、ひどいストレスとかでそうしようと思う方向に持っていこうと思えばできるじゃないですか。もうこれ明確にできてるから。だからいろいろ聞かせてきたりとかで。なるでしょう？日本語とかで聞かされたり。もうそういう意味も含めて、まあ、世界中団結しなきゃならないと思うんですけど、ただスポーツの勝ち負けとかもう僕は日本時間で23時から翌朝も、まあ、朝の9時までも、もう絶対受け付けたくない、もう無理やり起こされたくない、誰さえ人間に起こされたりとかしてるときはしてるから、ここもう10月もそう、何回かある。だからもう新聞配達からして、新聞配達だからもう朝の8時半ぐらいから配達したらいいじゃないですか、学校とかね、通学終わってるんだから、通勤の人は大体8時半ぐらいになったら、もうほとんどの人が通勤でね、寝ていってるんじゃないですか。それから朝刊配ったらいいんですよ。そんなにむちゃくちゃな時間、夜中の3時半とか。わかるから、オートバイの音で。バレてるから。だからそこ、スポーツ業界の記事を載せてるから、だから本人たちに起こす気がなかったとしても、もともと音はうるさいし、オートバイの音って。で、それプラス、やっぱり、その人たちが近づいてくることによって、無礼を起こされてるっていう可能性は高い。だから、バイクの音の方なのか、電波の方なのか、よくわからない。本当に僕も。それは新聞屋さんが自分から控えたらいいだけ。そこまでして、ご迷惑をおかけしてまで新聞を売るつもりはありませんでしたっていうことで、8時半から新聞配達したらいいんじゃないですか。